悪魔が人間を好きになるかだって？ええ、そのオブシディアン先生だったらお詳しいんじゃないかと思って。確かに悪魔の歴史は魔法史の中でも重要なお話だけどね。それにしても悪魔が恋をするか。君は結構ロマンチストなんだね。いえ、そういうわけじゃ。そのサキバスって悪魔は男の人と？ああ彼女たちはほら魔力が欲しいだけだから。